キの紡ぎ話。ピキの紡ぎ話ではピキの好きなことや興味あること話したいことについて話す時間です。今日は、コースターを編みながら、雑談かな、なんか好きなこと話したいと思います。早速マイかぎ針でコースター編んでます。本当はコースター以外にもまたぎカーディガンなど編まないといけないっていうか進めたいのがあるんですけど、いやついついなんかコースター作るの好きで作っちゃってます。コースターこの糸、これ鉄麦糸使ってるんですけど、これとこの前編み物スピンさんで購入したこの糸と、この岡田屋さんで買っただるま横田のいろいろ糸を使ってコースター作ろうかなと思ってます。今日はですね、今日はね、職場に行く前に私なんか飲み物っていうかなんか飲むのが結構好きなので、飲み物をなんか頑張りたい日というかなんかは買っていくんですけど、今日はその職場の近くのコンビニでボスのビターキャラメル味っていうコーヒーを初めて買って飲んでみました。なんかペットボトルのコーヒーってなんか昔飲んであんまり美味しくない印象があって、それからずっと数年間飲んでなかったんですけど、このビターキャラメルっていうボスのコーヒーなんかわかんないですけど500ミリのやつ今回買ってみたら結構美味しかったです。でなんか久々にコーヒーのペットボトル飲んで美味しかったんで嬉しかったです。パックの方が甘いコーヒー牛乳とか結構いっぱいあるじゃないですか。なんでパックのやつはちょこちょこ買ってる日もあったんですけど、ペットボトルのコーヒーはなんかあんま美味しくない印象が強くてずっと避けてたんですけど、本当に久しぶりに買ってみて美味しかったんで、なんかまた別の味も買ってみようかなっていう気になってます。あとは職場にはよくなんかエナジードリンク系を買っていったりします。なんか頑張れる気がして、まあ頑張らなくていいんですけど、なんかちょっといつも無気力になっちゃうんで、ちょっとでもなんかエネルギー出たいなと思って買ってしまいます。あんまり持っていきはしないんですけど、なんだったっけ、ゾーンとか結構好きです。そうですね、今日はだからそのビターキャラメルが欲しくて嬉しかったっていうお話でした。全然手が進みませんでした。はい、ということで、今日の紡ぎ話はこの辺にします。じゃあまた次回のピキの紡ぎ話でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。バイバーイ。